今日のおもちゃのコーナーです。今回使っていくのはアンコモンチョー君。というのもですね、今回のバージョンアップ、情報修正されたコモンアンコモンが、優勢の主将と大将軍の大爆心の2枚なのですが、優勢の主将に関してはコモンアンコモンカードに計略で気略を持つカードがいないため、まあ覚醒関連というのはちょっとこの縛りとの相性が悪いので、実質は大将軍しかいないんですよね。だからまあ使っていこうという感じなのですが、実は大将軍デッキ以前にも何度か使っていて、そこそここのデッキの立ち回りは分かってきてはいるんですよね。でこのデッキにとってまず開幕のうちにやっておきたいミッションである復芸掘りは達成できましたね。大将軍デッキ総武力を高く組みやすいのですが、どうしても兵種アクションがないというところで開幕はかなり弱めになっちゃいますね。なので復兵いる相手に対しては開幕で復兵掘れれば理想という感じですね。でここお相手は王政に対して時間をかけて撤退させようという感じっぽいので、それならばこちらは内乱を取りに行って脅しをかけてというところですね。これこのまんま王政を放置しちゃうと工場兵という兵種の都合上かなり時間稼がれてしまうので、そうなるくらいだったらこちらから内乱取りに仕掛けていって相手に守りを強要する形を取りたいかなという感じですね。で特に工場兵という兵種は、これはまあ知ってる方もそこそこ多いかもしれませんが、味方の陣地内だと、味方部隊が制圧している味方制圧範囲内だと移動速度がちょっと上がるという仕様がありまして、そのため範疇だったり、まあ、制圧速速をつけていて他の部隊の正気も速度速度で固めているという感じですね。向上をするために塗る必要があるっていうのが工場兵の特色といったところでしょうか。ここは長槍速速が生きて半婦人を追い返すことができましたね。でここは範疇で王政と、雷白が塗る範囲を塗っていって、でお相手は百連太郎で、百連太郎は式7なんで、ここはもう式7と式5で相殺して色差を取っていこうという感じで、大将軍の大爆心でここなんですが、まあ、復活持ちの原パックを盾にして、まあ、時間を稼いでいければという感じですかね。工場兵の速度上昇値が上がりました。そのためですね、今まではまあ工場兵速度上げたところで知れてるだろうみたいなところではあったんですが、さすがにそこそこ早くなりましたね。で今のところは朝差ししたら復活が遅くなってしまうので、振り向かずに相手が止まってラッキー工場が入るというワンチャンにかけてそのまんま放置して撤退させるという感じですね。でここはもう内乱取られるのは覚悟しているので無理に止めに行かず、原発庫の復活を待ってここで生まれた色差を使って攻めていこうかなという感じですね。でちょっとでもここで両盟の兵力を削っておけば、お互いにフルコンフルコンと打ち合った際にお相手の損耗は味方の兵力ごと削る計略なので、主力である両盟がちょっとでも削れていると、まあ、相手としたら痛い形になるので、ここはもうじっくりじっくりで、お相手の両盟も速度正気なんでちょっとここ大将軍ガツでしたね。迎撃取られてしまいましたね。ただ式12のタイミングで大将軍の大爆心で、お相手はもう一度百連太郎、ここはもうちょっと厳しいところではありますが、写真を打っていって攻めていくしかないかなというところ。でこちらは写真の号令で、こちらはこれで式10ですね。行けるところまで押していってというところですが、ここでお相手は、5軍の大攻勢式増援、これに式がついていることでお相手は孫皇の式が間に合いそうで、お相手は、孫皇を打ってきましたね。ただここはもう
こちら大構成を残しているので、まあ速度上昇を生かして帰り切れれば、これ扇差と、ついた扇差と色差でひょっとしたらワンチャンがあるかもしれないっていう感じですね。でここなんですが、もう両毛の工場は諦めます。これ止めに行くと、効果時間の差でかなり手痛い攻撃を受けそうなので、大将軍は 6.8 カウントに対して両毛は10カウント以上ありますからね。なのでここはもう端から出してなるべく削られないようにして、でお相手の両毛が切れたタイミングでこちらが勝負しに行ける、そんな状態を作れればというところですね。でここで両毛を大撃破。ここ大将軍撃つか範疇撃つか迷ったところなんですが、武力上昇値にかけて範疇を撃つ選択でラインを上げて、でここで、軍友の大攻勢、これは知略がついているので残り8カウントで撃てば範疇はもう9カウント持つことになるので最後まで持ちますね。で大攻勢叩いて、こちらは射陣の号令でかいのかましてやろうぜ。でこれでまあもうこのノックカウントになったらお互いに内乱ないので制圧は関係ないですね。でお相手は孫悟、暴君の狂気、これは想定していたことなので、こちらかなり兵力温存できているので、なんとか武力差でご利用してないかというところ。でここはもう密集して密集して、ちょっとでも相手に大きいダメージを与えていきたい。ちょっと今趙君のバウンドミスってしまいましたが、それでもやはり武力は正義で、まずは原発庫の一発、これプラスできれば王政の一発が入れば勝ちなので、原発庫は四季さんあるのでマウントで悪逆無道で、これで王政を止めに来た相手に接触ダメージで大ダメージを与えれれば、与えられましたね。これで王政の一発、雷白の一発も入って、これで逆転という感じのまず第一試合目でした。ここまでこんなデッキ見まあこんなデッキって言っちゃダメか、見ていただいてありがとうございました。今日はもう一試合ありますので、まあこのデッキ使う人いるかっていうとまああれなんですけど、それでもまあ見てってください。もうなんかこうね、気の迷いでちょっとなんか使ってみてもいいんじゃないかなって思います。で、今回は相手は感銘デッキ、柵が2枚あって、で地形も悪地形だったので血のりの2枚、趙君と王政に血のりを採用して、でこれで相手の孫権の来れる位置を制限して、かつ相手の柵を確実に割れるように血のりという感じですね。でお相手特に高コストに低知力がいるわけでもないので、雷白の知力上昇も必要ないですし、で特にお相手のデッキはかなり素武力が低めなので、策のなさそうな悪地形側から開幕攻めていけれればかなり開幕アドバンテージ取れるのかなという予測から、この選択を取っております。で四季音使わせることができましたね。で候補数に突撃したところで、お相手は、官軍の大攻勢、これはこちら将軍を合わせに行ったところで、相手が、陶器の計略を使っているのでちょっと工場は取りづらいと思うので、ここはもうフェーズ1は奥義のアドバンテージと、まあ開幕魅力差でついていた色差がなくなったので開幕はもう理想的ですね。ここはもう少々、まあ、内乱取られるか工場取られるかは覚悟して、もう工場力の差でどの道まくること前提という感じですね。であれなんですよね、大将軍デッキのまあ特徴としては、相手に少々リード取られたぐらいだったら一瞬で盛り返すことができるっていうのがあるんで、ここはもう舞台取られる、舞台を確実に兵力ある状態を温存するために塗りよりもまずは内乱の方を優先、内乱よりもまずは兵力の方を優先で、もう一度悪地形側の王から攻めていって、血のり 大将軍で柵を当てに行って、相手に柵の守りを強要させている間に、まあ、王政と雷白で上がって、ここで大将軍の 大爆心、
色差がついているので、こちらがフルコンできるタイミングぐらいでお相手は打てる計略というのは、おそらくまあそこまで色八分相応なので、張り付きさえできれば将軍の方でかなりゴリゴリ押し込んでいけるかなという感じでしょうか。お相手はさらに神速に加えて寛明の守りで候補数を固くしましたね。ここはまあ長槍速速、まあこのための長槍速速っていう感じですね。どうしても工場兵って機動力が遅くて隙をさらしがちな兵種なので、その隙をなるべくさらさないために槍兵には長槍速速をつけてあげるといいのかなって思いますね。工場兵と牙のみの兵種組み合わせっていうのもまあなくはないんですが、どうしてもその兵種バランスって相手が騎馬隊だったりしたらもうマッチングした時点で負けみたいな、ちょっとじゃんけん的なゲームになっちゃうんで、そういう相性じゃんけんをしないために長槍速速の原パックを採用しております。で四季ごたまると同時に射陣の号令、これはもうそのまんまパワーで張り付いていって、王政の工場雷白の工場を入れていければかなと思います。範疇はもうこれ王政を止めに来た部隊にダメージを与えれるように範疇は当て身しに行って、でここで雷白の一発で乱戦ダメージがまとめて入って候補数を撃破で、さらにもう一発で範疇の工場も入り、次に雷白の工場が入って勝ちという感じですね。このように結構ワンチャンあったりで、今回強化された官軍に対して強かったりするので、どうでしょう大将軍デッキいかがでしょうか。